はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は、マジできつい、もう絶対やりたくないバイト参戦ということでやっていこうと思います。僕は今まで、たくさんのバイトをしてきました。そんな中で、もう絶対やりたくないバイトをですね、今日は、ランキング形式で3つご紹介させてもらおうと思います。それで本日も、よろしくお願いいたします。はい。では早速、いきたいと思うんですけども、もう絶対にやりたくないバイト、第3位は、LINE 作業になります。この LINE 作業というのはですね、まあいろんな LINE 作業があると思うんですが、僕が経験した中で言いますと、まあ、食品系の LINE 作業と、あとですね、某大手化粧品会社の工場でも LINE 作業をしたんですが、 LINE 作業っていうのは、まあ、流れてくるものに対して、まあ、検品をしたりとか、まあそれに対して、まあ自分でこうなんか処理をしたりとか、まあ、僕がやってたのは、まあその化粧品会社の工場では、まあ蓋を閉めて向きを変えたりとか、まあ、そんなことをですね、やったりしてました。はい。でもなんといっても、LINE 作業っていうのはね、やっぱりこう、飽きるんですよね。うん。飽きるし、もうすんごいね、時間が経つのが遅いんですよ。やっぱり。で、やっぱりこう、好きな人といる1時間と、LINE 作業してる1時間はですね、全然感じ方が違うっていうことがありまして、まさにこう、相対性理論だなと思うんですけども、そういったこととか、あとですね、その、バイトするときに、まあ、着るその服ですよね。もっとこう、白い、なんかこう、防護服みたいな感じ。もう、こことここしかこう見えないような、マスクもしたりとかするわけですよね。もう、そういったの結構こう、僕にとってはですね、煩わしかったんですよね。はい。まあ、そういうのもありますし、あとはやっぱりこう、まあ、日給も安かったですね。はい。あとは特に、まあ、スキルも身につくことはなかったので、もう、絶対にやりたくないなというふうに思いました。はい。そして、第2位ですね。第2位は、ライブの撤去作業ですね。これはですね、僕日雇いで行ったんですが、まあ、ライブ終わった後なんで、夜に集まって、朝終わるっていう仕事だったんですけども、まあ僕はその一体行っただけでもう嫌だなと思って、まあそれ以降は行ってないんですけども、これは前にも動画でお話ししましたが、やっぱりですね、それ撤去作業なので、まあその職人さんとかがですね、撤去してるんですよ。その僕たちは補助みたいな感じでですね、まあ日雇いで行ったんですけども、まあやっぱ職人さんってね、やっぱ怖いっすね。本当に。もちろんいい職人さんもいらっしゃると思うんですが、僕が見た職人さんはですね、もう本当に怖かったですね。特に覚えてるのが、なんかこう太いケーブルがあって、それをですね、太いケーブルをですね、撤去している、女性の職人さんがいらっしゃいまして、その女性の職人さんが、僕たち、まあ、日雇いのですね、中の人に対して、もう発狂するレベルでですね、怒っておりました。はい。僕は38年生きてますけども、あんだけ発狂している人見たことはないです。それぐらい でしたし、あとはですね、ライブの骨組みをですね、撤去している、とび職の人ですね。まあ、そのとび職の人に、ですね、その日雇いの人が、蹴られてました。はい。なんで、暴力もあるってことですね。本当にバイトに行って暴力を受けるなんてことはですね、本当最悪じゃないですか。なので、まあ僕は実際に受けたわけではありませんけども、まあそういったことを目撃してますので、もう、絶対に行きたくないなというふうに思いました。LINE 作業同様、特に何のスキルも身につきませんので、お勧めしないです。はい。そして、第1位ですね。もう第1位、もうこれはもうぶっちぎりなんですけども、引っ越しです。はい。皆さん、引っ越しのバイトをしたことありますでしょうか？僕はですね、何回かしたことあるんですけども、もうですね、絶対に、しないなと思いました。まあ、その理由ってのが、まず、体力的にきつい。で、人間関係もきつい。で、それに対して、そこまで給料は高くないってことになります。はい。で、僕はその、引っ越しのバイトっていうのは、登録派遣みたいな感じの、バイトで行ったんですよ。まあ、その登録の、まあ、バイトみたいなやつっていうのは、まあ、メールが来て、まあ、それに対して応募して、仕事が決まるみたいな感じなんですよね。で、引っ越しのバイトって、もうしょっちゅうメールが来るんですよ。こういうバイトはありますよ、みたいな。ってことは、人気はないってことですよね、そもそも。で、なんで人気はないのかなっていうふうに思うと、僕はその、実際に大手の引っ越し会社さんに、まあ、その、まあ、バイトで行ったんですね。はい。で、まあ、そこでの出来事なんですが、エレベーターがない、階段だけの、まあ、マンションみたいな感じのとこだったんですよ。トラックに乗って、まあ、社員さんと一緒に行くんですけども、まあ、当然のごとく、その社員さんは階段をダッシュするんですよ。ダッシュです。はい。で、まあ、僕も、
ダッシュしなきゃいけないのかなと思ってダッシュするじゃないですか。僕は体力に自信がないんですよ。で普段運動も特にしてないので、まあ当然なんですけども、すぐにへばりますよね。なんとか、もう社員さんにですね、まあついてですね、一生懸命走って、もう階段をですね、何往復もするわけですよ。もう後半になってくると、足がヘロヘロなんですよね。はい。で、僕が覚えてるのが、まあその、まあご依頼者さんの、衣装ケースをですね、僕持って、もう階段を降りてたんですよね。そしたら足がヘロヘロなんで、転んじゃったんですよ。はい。転んじゃって、その衣装ケースを僕ぶっ壊しちゃったんですよ。はい。もうぶっ壊して、そしたら社員さんが、何やってんだみたいな感じになって、僕もすいませんってなって、めちゃくちゃ怒られたっていうことがあって、でももう、握力もですね、あんまなかったと思いますし、もう足もヘロヘロで、まあ怒られたんですけども、まあでもこれはもうしょうがないなというふうに思いましたよね。はい。で、まあ肉体的に辛くても人間関係がいいと、で、すごくね、なんとか頑張れるんですが、僕の記憶では、その人間関係っていうか、その人、まあその社員さんもですね、もう全然いい人でなかったと記憶してます。はい。で、もう僕はですね、まあ、その衣装ケースを、ぶっ壊したのを最後にですね、もう引っ越しのバイトには行ってません。この引っ越しのバイトだけはですね、僕はもう絶対お金がですね、もうなくなったとしても、そのバイトだけは絶対行かないというふうに決めてます。はい。特に、注意してほしいのは、まあ、普段、まあ、体をですね、動かしてない人とか、そういう人がですね、急にそういった、まあ、引っ越しのバイトに行ったりすると、本当にですね、肉離れとか起こしたら大変じゃないですか。怪我とかしたら大変ですし、まあ、もちろんですね、筋肉痛にもなります。はい。まあ、僕がその、引っ越しのですね、仕事の最後に行ったのが、もう10年以上前なので、今はね、そういった階段をダッシュしてるのかわかりませんけども、ダッシュしないにしても、結構きついと思いますね。なので、体力に、ね、自信がない人は、本当おすすめしないです。急に運動したらやっぱ危ないですしね。で、筋トレがすごい好きで、もう体をですね、鍛えたいってとか、そういう人にはいいかもしれないですけどね。まあ、僕はこの引っ越しっていうのを、もうダントツ1位だと思ってますので、はい。もう絶対にやりたくないバイトの、本当1番です。今ですね、お話しさせてもらった、この3つのバイトはですね、共通してるのはやっぱりこう、まあ、スキルがですね、身につかないと思うんですよね。はい。で、まあ、バイトなので、別にスキルとか、身につかなくても、ただお金がもらえればいいっていうふうにですね、まあ、思うと思うんですけど、まあ、僕もそう思ってました。でもやっぱりこう、何かこう、バイトをするんだったら、スキルが身につくバイトがあれば、よりいいんじゃないかなというふうに思ってます。僕は今、週3日、まあ、アルバイトをしてるんですよね。まあ、パソコン教室で、インストラクターの仕事をしてるんですけども、僕はなんでそのバイトをしてるかっていうと、働きながらですね、パソコンのスキルが身につくんですよ。で、来月で、働いて丸2年になるんですね。で、僕はこの YouTube もやってまして、まあ、動画編集でパソコンも使うので、まあ、その動画編集にもですね、そのパソコンのスキルが生きてくるわけですよ。なので、どうせバイトするんだったら、スキルが身につくバイトが僕はすごくいいなというふうに思います。今いろんなバイトがありますので、まあ、スキルが身につくバイトっていうのも多分探せばたくさんあると思いますので、ぜひそういったバイトをですね、されるのがいいと思います。今日の動画はいかがだったでしょうか？皆さんはどんな基準でバイトを探してますでしょうか？あと皆さんがですね、アルバイトでもう絶対やりたくないバイト、こういうのがあるよって方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。まあ、あと感想とかもですね、ぜひコメントで教えてもらえればなというふうに思います。はい、ということで、もしこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。で、登録のその派遣みたいな、まあ、登録のそのバイトみ、まあ、登録、はい、いかがだった、はい、今日の動画はいかがだった、はい。